本日グリーンピースジャパンは、環境省に以下の3つのことをリクエストしに行きました。まず、火災を起こした日進丸に関して、未だ行方不明になっている方の捜索を手伝うこと、2つ目には、環境影響評価を行うことを手伝うこと、で3つ目には、グリーンピースのキャンペーン性エスパランサによって、航行が不能な場合には、火災を起こした日進丸を南極海から、脱出させることを手伝うこと、つまりエスペランサ号を使って日進丸を、南極海から、出すことということを、できるということを環境省に申し入れしました。南極海の、環境というのは非常に、生態系が、複雑で、一旦大災害が起こればそこでは、非常に回復が難しいことが予想されます。このような被害が起きないためにも、グリーンピースは、全てのことをやってこの被害を避けられるよう、日本政府に要請しました。